ございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は、船歌の経過報告、そしてまあ通しながら練習していこうというわけでね、やっていきたいと思いまっちょ。レッツマキマキ。前回は C1 のピアノで練習結果報告しました。あれからね、ちょっと時間が経って、今回ファツヨリの方でやっていきたいと思います。前回よりもね、まあかなりね練習したので、まあある程度上手になってると思います。じゃないと練習が水の泡バイバイになっちゃうので、それはショックなのでね、はい、頑張って弾いていこうと思います。まあできる限りね通して弾いて、さすがに気になったってところではね止まって、原因を解説しながらやっていこうと思います。最初が難しいんですね。はい、頑張っていきます。Thank you.
すいません。ところどころね、難しいところがちょっと引っかかっちゃったんですけども、まあ結構全体としてはまとまってきました。こういうのが難しい、こういう時にこのね、テンポプリモからのところはね、失ってしまったんですけどもね、まあ全体的にはしっとりとどんぶらこどんぶらこ、桃のように桃のように言ったらいけないんですけどもね、はい、美しく演奏をさせてもらうことができるようになりました。はい、ショパンのね、この曲結構難しかったんですけどもね、まあでも弾いてるとすごい幸せな気持ちになるんですね。なんか、はあ、わしはもう幸せじゃんっていう感じの、本当にね、その感じの中ずっとふわふわ弾けるのでね、楽しいです。でやっぱり最後のね、ここが結構難しいんですよ。ちょっと早すぎた最後。感じで弾けたらね、結構いいんですけどね。まあ実際はなかなか難しいと。まあでもね、なんかやっぱりこの曲何回も弾かないといけないんだなと思ってね、多分自分がどん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 この舟歌の良さを弾くには、まあこういう場所でも大事なんですけども、いろんなホールとかスタジオで演奏会とかでまあ持っていって、でたくさんの人の前でね、最初はなんかやっぱり緊張とか多分してしまうと、多分すごいあのコンディションが悪くなってしまうような曲の可能性もあるんですけどもね、たくさんの場所でね披露していくと、多分自分オリジナルの素晴らしい舟歌に長年かけて仕上がっていくんじゃないかなっていう、すごい感じる曲でした。ですのでね、まあ弾く機会をあれば頑張って弾いていきたいなと思います。やっぱりね、得意曲でねコンサートやるとすごい安心なんですけど、こうやって難しい曲とかをね、まあコンサートに入れるっていうのはちょっとね勇気がいるんですけどもね、まあ自分の成長のために頑張っていこうと思っております。美しいとこって言ったらやっぱりね、こことか、夢の中、夢の中、thank you.
上がり結構難しいんですよ。終わりのようにだけど終わらないっていう、なかなか。海の方の海藻じゃないですよ。あの海底の海に思うっていうところね。てな感じ。素敵ですよね。もう素敵の言葉しか出てこない。まあこういうサンドね、あのサンドのトリルとかがあります。もうこういうのはね苦手だけど、まあ、この曲を弾くとやっぱ絶対必要な部分なので、まあ、結構ね意識して練習しました。ポテトポテトマックのポテトこっちだからね。はい、というわけでね、皆さんぜひね船歌いい曲なので、まあ、僕のも聴くのもいいですけど、いろんなピアニストのも聴いて、まあ、弾ける方は自分で挑戦してみてください。僕もねこの曲をコンサートとかにね、まあ、持って行って、ちょっとねより自分の船歌を研究していこうと思います。多分これはね本番での学びはすごいある曲だなと思います。まあ、怖いけどね、怖いまあ頑張っていきます。というわけで皆さん、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。